phyphox を使うと簡単に反発係数を測定できるのでやってみます。アプリを起動して非弾性衝突を選びます。まずは説明なしでやってみますね。どうやって反発係数を求めるのか考えてみてください。ではアプリを起動します。どうやっているか分かりましたか？スマホにはマイクロフォンがついていますけども、phyphox はボールなどが床に衝突する音の間隔を測定して跳ね上がった高さを計算で求めます。今は石を机にぶつけてそれっぽい音を出しただけですけども、この後実際にボールを床に落として反発係数を求めてみます。これは先ほどの実験の結果です。高さ1というのは、ボールが最初に跳ね上がった時の最高点の高さです。この 99.03 センチっていうのをどのようにして計算しているのか考えてみます。今、時刻 t=0 からの自由落下を考えてみますけども、落下速度 v というのは gt ですよね。落下距離は2分の 1gt 上で、この高さ 99.03cm から床まで、落ちるのにかかる時間を考えてみます。ですので、イコール 0.9903m と置いて、両辺を2倍して、gt 上イコール 1.9806 と。重力加速度 g。は、U5 桁、4桁で考えてみますけども、9.807 を代入し、両辺を 9.807 で割って、t0 イコール 0.2020。ルートを取って、t イコール 0.4494 となります。ですので、99.03cm の高さから床まで落下するのに 0.4494 秒かかるということですね。逆に床からこの高さまで跳ね上がるのにどれだけの時間がかかるかっていうと、全く同じです。ですので、床から 99.03 センチメートルまで跳ね上がって床まで落ちてくる時間っていうのは、このちょうど2倍で 0.899 秒となります。この時間がこの時間1で 0.899 秒ってわけですね。この図でもう一回説明してみると、最初、静止状態からボールを落下させて、床で跳ね返ると。ここで衝撃音がして、そこから99.03センチメートルまで跳ね上がって、また床まで落ちてきて、衝撃音が鳴ると。この衝撃音とこの衝撃音の間隔をphyphoxは測定していて、それが 0.899 秒だっていうわけですね。そこから、跳ね上がった高さ 99.03cm っていうのを計算しているわけです。同様に2回目の衝撃音と3回目の衝撃音から2回目に跳ね上がった時のボールの高さを計算し、同様に3回目、4回目、5回目っていうのを計算しているわけです。では、跳ね返り係数、反発係数を計算してみますけども、反発係数というのは、h メートルの高さから落として h' メートルまで跳ね上がったとすると、反発係数は h 分の h' のルートです。ですので、この式を使って反発係数を求めてみると、高さ1から落として、跳ね上がって、高さ2まで跳ね上がるわけですから、h 分の h' っていうのは 99.03 分の 53.27 ですよね。ですので、そのルートを取ると、反発係数は 0.73 となります。同様に2回目の高さと3回目の高さの比から、反発係数 0.76。3回目と4回目の高さから、反発係数 0.77。4回目と5回目の高さから反発係数 0.52 というふうに反発係数が求まります。この4回目と5回目の高さから計算した反発係数は他の3日とだいぶ違っているのですけども、これはこの5回目の高さっていうのは5センチしか上がらなかったので、誤差が大きいと思うので、これを除外して考えると、平均値は 0.75 となります。これも除外せずに全て使うと平均値は 0.70 ということですね。このようにしてphyphoxを使うと割と簡単に反発係数を計算することができます。